さんこんばんんんばばははここよよろろししししくくおお願願いいまますす、えっと、れから始めるのは、えっと、学校図書館を応援道猫チャンネルということで、えっと、図書館総合店の事務局長の長岡さんと一緒にあの出店者の皆様をお招きして番組をしていくあの形になっています。この番組はアーカイブされますし先ほどちょっと録,録画のボタンをもう押してしまったので。 えっと、このあとアーカイブのページに残るということで、ングになるときはあの画面オフ、ミュートでお願いします。長沖さん、どうなんですか、今、もう来週の、もう来週、も今頃始まってるんだ。あそうですね、あの来週は、えー、火えー、月曜日に設営して火曜日、えっと <laughs>、火水木です、はいはいえ。今もう佳境でしょ、準備。 ああそうですね、まあ、忙しいは忙しいんですけど、毎日大体いい110人とか120人ぐらい、新しいアカウントの人が増えていて、去年の上に乗ってるんで、まあ嬉しい日でいる、ね、います。ちなみにな何万、何万人とかっていうのは、まだ全然わかんないでしょう今、はい、えっ、ー、と,と見たら僕の手元でわかるようになっていて、この時間で2万955人です。すごい じゃあみんなグッズとか足りないじゃん全然 <laughs> <laughs> 全員来たらグッズは足りないです <laughs> そうかプレゼントだって足りないじゃん出店の数ってどれぐらいだかってパッと出てきます出店の数はね <laughs> えっとねすぐ僕わからないです大きいのとか小さいのとかいっぱいあるんで <laughs> そうか <laughs> <の>じゃあそのうちあのどっかでお話を間に挟めそうだったら、はい、あの初めてこの書館総合店に行く人もいると思うんですよ、はい、多分あのー えっと、コロナが終わって、去年やっとね、リアル開催が始まって、今年少しまた元の感じに戻ってくるんでしょうそうそですね、えー、というので、ね、言いながら、えー、大体数見ると、大きなブースで、えー、60ぐらい、すごいなえっとあの小さい、非営利とか NPO の方々のー、うん、ブースが全部で20ぐらいと、ああポスターセッションが60いくつみたいな感じです。すごいね はい、ねもう大イベント大きなお祭りということで、あ<ー>あのその中から、はい、あの今日はあの学校図書館関連の人がここのブースに行ったら絶対に面白いぞという人たちをあの集まっていただいて、ちょっとご自分のところの宣伝をしていただくという番組です。で今日の,あの出展のご紹介は、実はあのまずリアルイベントのところからの会場でやるイベントをお持ちのところで、えっと、日付順でご紹介をしていきたいと思います。 とということであのお呼びする順番もこちらの方で適当に厳選させていただいちゃいましたのであのご了承ください。えっと、ぜひあの皆さんミュートにして聞いていただけたらと思います。まずじゃあ一番最初、えっと、11月の5日なんですけれども、朝日新聞の吉田さん。はい、こんばんは。いよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、これあのビデオも、ビデオはいいんですかビデオは出た方がいいんですか顔はビデオ あ、顔？どっちでもいいです。あの、みんなが吉田さんの顔が見たかったら、でも会場に行けば会えるから。じゃあよろしくお願いします。あの、接客なんで。はい。じゃあ、えっと長岡さん一つめくってもらってもいいですか？はい。あ、ちょっとごめん。あ、違った。違うものちゃいた。すみません。これ続けて 下の方に、あ、これ二枚目かなんかだと思うあ、これ表紙なので。はい、じゃあ、喋ってる間に、あの、あはい、はい、ずらし、二枚目にお願いしますでしょうか。はい、わかりました。あ、皆さん、こんにちは。朝日新聞社の吉田です。えー、と、朝日新聞のブースの前でです、ですね。あの、今回は、あの、記事データベースの検索って、あの、まあ、知っている方が多いと思うんですけども。そのショートセミナーを企画しました。 それで、えー、今回は学校の司書の皆さんにですねあの日頃、検索を使ってですね探究学習だとか、えー、学校図書館のレファレンスだとかですね、あのー、いろんな技を披露していただきますので、あのー、見ていただいて、まあ、検索を使ってみたいなとかうちの学校ではどんなことができるかなというのを考えていただければと思います。 はい、これ何日もやる感じなんですね。あ、そうですね。11月五日と6日の2日間でです。でですね。今、あの初日の五日の、はい、ええー、お三方が出てますけども。はい,はい、はい。で、まあ、あの東京、神奈川、埼玉で、えー、活躍してらっしゃるしおさんで。 木下さんを差し置いてあののからい、宮崎さんが出てくれますので、<laughs> はいまあ、いろいろね、今ね、パワーポイントをいろいろつあの用意してもらって、いろいろ集まってきてるんですけども、はいまあ、宮崎さんとかはあの海外の特派員記事に注目したですね、探、えー、究学習だとか、あとあ13時からの杉山さんもいろんなところであのご活躍されていて、学校にもお邪魔してえ聞いてきてます。はい、えこれ の中のイベントなんでしょう？えっとですね。ブースの前ですね。あの発表者はちょっとブースの中に入っている感じなんですけども、えー、まあ、あの趣旨としましては、あの部屋を取っているわけではないので、まあ、気軽にちょっと来ていただいて、あの発表する皆さんにもまあ、若干ちょっと無茶ぶりだとも思ってますけど、うん、気軽にちょっとやっていただければと思います。大混雑が予想されますねあ。あ、ありがとうございます <laughs>、えー、5日、15日の谷口さんはですね。あのもう。 昨年、確かあの検索を導入していただいて、導入の経緯から。いろいろ学校でですね、あの。研究企業とかも、検索のテーマに書いていて。<ー>えっと、そして、この朝日新聞の企画にも出て、えー。いただくという、すごい勢いで、ガッときている方なので。<あ>そしたら、六日にちょっとずらしてもらいます。はい。六、は、日、いはい、に六日紹介して終、おわら、終わりたいと思います。はい。次の。 6日11時から,時からは、えー、神田女学園中学高等学校の佐々木さんでなんとこの学校は、えー、高校3年生の8割が推薦入試を利用するんです内部進学とかじゃなくて一般の推薦入試なのであの小論文だとか対策でいろいろ使ってらっしゃる。 15時からのタコ、えー、さん田子さんも学校にお邪魔しましたけどもあのまず初めの一歩でどういうことをしてもらうかっていうことですごいあの生徒目線なあの素晴らしい発表が、うんえー、聞けると思います。16時からは、はい えー、埼玉のいぐささんのおかげで皆さんにこうふりがながついたっていうねいぐささんはなかなか読めないもんねはい <laughs>、はい、ただすごくあのねしかあの生徒にもアンケートをいろいろ取って準備してるとありがとうございますちょっともっといっぱい聞きたいんですけど、はい、まだまだ詰まってるんでありがとうございますじゃあ皆さんあのぜひ検索のブースに行っていただけたらと思います、はい はい、あの、行けばわかるんですよね、番号とかね。行けばわかります。はい。じゃ、あの、えっと、地図をよく。はい、行っていただけたらと思います。吉田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。失礼します。失礼します。では、次の登壇者の方、お呼びしたいと思うんですけど。お久しぶりの石川先生、石川さん。はい、石川です。あ、こんばんは。長沖さん、画面を石川先生に。クローズアップしてもら、もらっていいですか。 いやあの道猫ラジオにあの出演することができましてあの大変光栄なこれは道猫ラジオではなく道猫チャンネルなんですよチャンネルごめんなさいありがとうございますやってしまいました今録画されてるというところでもう恥ずかしい限りはいあお久しぶりですイケメンアイカルティケメンで先生いっぱい出られるんですよねいっぱいいろいろやられるんですよねいやいやそんなに大した ことではないんですけれども。はい。いどうぞご案内を。はあのちょっと画面あの共有をさせていただきまして。はい、はい、どうぞどうぞ。あのえっ、ー、とちょっと二つだけという二つばっかしということなんですけれども。はい。がちょっと日にちがあのその前の日になるんですけれどもまあ移動図書館の関係の。 フォーラムともう一つがあのシェア本棚ですかねえー、に関するえっ、ー、とフォーラムの二つのえっ、ー、とご案内をさせていただきたいなと思ってますあの私十文字学園というところに勤務している石川と申しますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします石川さんとかっていうふうに呼んでいただけど先生はい、石川さんとか石川君っていうふうにはいはい石 <laughs>、はい、川石川あれなんですか<っ>ご登壇なんですか あそうですね。5日の日が、これ、まあ、これ、移動図書館の関係の、まあ、私が専門でやっているところで、あの、基調講演とかをさせていただくんですけれども、まあ、シンポジウムで各地域の、えー、特徴のある事例を報告をいただいた後、まあパレ、パネルディスカッションというところになります。まあ、ちょっと学校図書館とはちょっと違うんですけれども、この地域に、まあ、どのように、こう、図書館がこう移動していくのかというのを、まあ、それぞれの実践で、どのようにこう切り開いているのかということをですね、あの、見て 皆さんにこう聞きしていこうというようなフォーラムでございます。はいはい。はい、こちら TRC さんがフォーラムの主催者ということになっています。はいは,いはい、はい。で6日がもう一つあるんですよ、ね。はい。6日がこの右下の方ですね。シェアフォーダー自己表現の場と。はい 市民参画型図書館のユートピアになり得るかというところでございます。で、こちらは主催が、えっ、ー、と、日本事務機さんというあの、十文字学園に図書館システムが入っている企業さんなんですけれども、ここであの毎年、えーと、石川ゼミの3年生と、お三学連携の中こう、企画運営というのをやっていまして、で、今、うん、年度あの、大宮、埼玉県の、えー、と大宮にございます、えっ、ー、と、宇中飛行ですね。えー、私っとーナです。 <laughs> はい、直井さん、もオーナーです。オーナーですね。そうですよね。<laughs> あのー、まあ、この直井さんともご協力をいただきながら、はい、まあ、直井さんから、まあ、正確に言うと宿題が出たっていうことなんですけれども。アンケート答えましたよ。あ、ありがとうございます。拝見させていただきました。道でさんはい。<laughs> はい。はいはい 宇宙飛行の様々なそなホンダのオーナーさんと,、うん、とその来館者をこうどうつなげていくのかっていうような,なんかこのマップを作ろうというようなその企画を、うん、まあ学生の方にこう宿題があってですねそれをこうちょっと皆さんで一緒に作った報告を。 あのこのフォーラムの中でさせていただくということとまだは直井さんからこうなんていうんでしょうか基調講演というので、まあ、そのシェア本棚とのは自己表現の場なのかもしくはこう市民参画型の図書館のユートピアにこうなり得るのかというですねちょっとこう理,、ねうん、理念的なそのお話をこう基調講演でいただくというような井さ、うんお話うまいですもんね。楽しみですね。 学生にいつもご指導いただいて、大変ありがとう熱く語られると思うので、まだ席がある感じですよね、きっと。当日参加です。事前申し込みみたなくで、当日参加でどれだけ人が来るかっていうような感じで。わかりました。じゃあ、ぜひ皆さん、ご参加いただけたらと思います。お忙しい時間にありがとうございました。いやいや、こちらこそ、ありがとうございます。また会場でお目にかかりたいと思います。ありがとうございますしい。 じゃあ次のご登壇者を呼びたいと思います。次はやっぱり、えっと、家族英語研究所の横溝さん。ブースをご出展ということで、横溝さん来てますかはい。はい、こんばんは。こんばんは。あ、すごい素敵。です本棚、<laughs> ご自分の本棚そうです。うちのオフィスです。もう偉いことになってます。<laughs> えっと、はい、えー、今年ですね、えー、今年も。 道猫さんのお隣ですね、ブースを出させていただくことになりまして、ししあこちらこそ大変よろしくお願いいたします。えー、家族英語研究所、えー、英語ソムリエアカデミーといいます、えー。横溝です、えー。私たちはですね、はい、100%英語で進行する英語お話し会、英語絵本ライブというふうに私たち言ってるんですが、うん、それと,、えー、と英語の読み聞かせボランティア、 この育成支援ということについて、えー、図書館総合展ではご案内をします。えー、今年も昨年に引き続き、11月6日、えー、中身ですね、うん、水曜日の12時から、えー、スピーカーズコーナーでですね、えーとまあ、なぜ、まあ、私たちの英語お話し会、英語絵本ライブを図書館様に選んでいただけてるのか。 ということであったり、またですね、えー、各図書館とか地域ごとの図書館のいくつかで、英語のボランティア、読み聞かせのボランティアというものの、えー、育成をしておりますし、その支援も合わ、えー、せて行っております。その最新事例をご紹介いたします。はあえー、千葉県流山市にありますね、えー、三江テクノプラザ南流山地域図書館、こちらの、えー、館長の種山ひとみさん。 この方を、えー、お招きして、えーさ、この私どものやっている最新事例をお話を伺いたいうん、うん、と思っております、えー。ご質問大歓迎ということで、はいえー、皆さんぜひお立ち寄りください。はい。学校だけじゃなくて公共図書館の人にもぜひっていう感じですね。ぜひぜひです。はい、はい。で、私たちも実はですね、月えー、っと10月に野田市の、えー、南図書館というところで 初めてですね、日本語 NG 遊びの時間というのをやってやりました。でこれを小学生と地元の、えー、保護者の皆さん、えー、たくさんお集まりいただいたんですけど、えー、を対象にですね日本語を、えー、極力使わずに、えー、一緒にゲームをしたり、うん、グループリーディングをしたりということで楽しむ時間というのを実施しまして、うんえー、大変、あのー、おかげさまで大変ごいま ご紹いただきました、えー。その詳細の方も合わせてブースの方で、えー、じっくりご案内をさせていただきたいというふうに思っております。ではい、これは多文化共生ですとか、異、えーね、文化理解、はい。こちらの教育にぴったりの企画ですので、えー、学校図書館でありましたり、えー、公共図書館のところでぜひ注目していただきたい、えー、私どもの取れたての、えー、事例です。はい、はい、で、はい、えーっとー ブースではですね図書館応援企画というのをやっておりまして、えー、読み聞かせのボランティア支援活動それから、えー、先ほど言いました日本語 NG 遊びの時間であったり、えー、こういうことを小学校とか、えー、中学校高校、えー、地域の一般の大人の方に向けてですね、えー、首都圏以外で行うための応援企画というものをご用意してお待ちしております。<laughs> でもちちろん私たちの ブースの、えー、人気企画であります。ウクレレチャレンジも用意しております。うんうん、まあなぜウクレレからは楽しいですよね。えー、<laughs> ぜひブースに来て <laughs>、はいえー、ご体験いただければと思います。はい、長くあのなかなかお話しましたがどうぞお気軽にお立ち寄りください。はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、じゃまたお隣でよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。います。はいでは次がえっ、ー、とピースコールプロジェクトのなるかあさん。なるかあさんいますか。 はい、こんばんは。んんはお願いします。スライドを送ったと思うんですけど、はい。今、長尾さんが一生懸命探してくれてると思います。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> えっと、はい、はい、はい。えっと、ピーシェルプロジェクトというイラクの、えっと、主にイラクのクルディスタン。クルド民族の方たちの自治区のホーク地区で活動している、あの、サラ法人です。で、えっと。うん 今、えっと、出てるんですけれどもえ、本編劇で紛争を止めるということで、まあ、イラクは本当に復讐の連鎖というのがすごく続いていた中で、うん、ドホークに住む若い方があのこの復讐の連鎖を止めたいということで、えー、エドワーカーとして現地に入っている共同代表があのその言葉を聞いて、あの日本の平和教育を。 ええと、イラクの中で用いて平和教育を作っていくんだということで、えっ、ー、と活動しています。で、主にあの演劇ワークショップでこう共感性を生むとか。それからあまりえっ、ー、と中東のってあまり幼い頃からの。 想像力を育むための読書っていうのがないのでその読書の力も育みたいということで今小学校の図書室に小学校に図書室を作るという活動をしていますで下に写真が3つ並んでいると思うんですけれども、うん、今年3校目が開校して開出して3つの小学校に図書室すごく素敵な可動式の棚があってあの、うん、いろんな読書以外のワークショップもできるような図書室っていうのができていっていますで、えっと 11月6日土曜日の5時から5時45分の間に、えっと、日本で代表しているあ劇作家の、えっと、平丸というものが、何度かイラク、現地に足を運んでいますのであの、現地の様子等を皆さんにご紹介したりということでえ、スピーカーズコーナーでお話をさせていただきますので、ぜひ聞きに来ていただければと思います。はい はい、で合わせて道猫さんのブースにお願いをして、私たちポスターセッションで、はい、あの出させ,ていただいてさせていただいているんですけれども、あの多言語紙芝居といって、はいえっと、イラクのアラビア語と、それからクルド人たちのクルド語、それから英語と日本語で書かれた多言語紙芝居、もんちゃんとしあの,あのイラクの共同代表が飼っていた子猫のもんちゃんが主人公の、えっと、紙芝居、イラストは、絵はあのイラクの 女性の方が書いている紙芝居の販売とあと絵本のモンちゃんサバンナ肉これは日本語がなくてアラビア語とクルド語と英語の絵本なんですけれどももう絵本も販売をあの委託お願いしてますのでぜひ皆さん手に取っていただきた、はい皆さん買いに来てくださいあのちょうど隣が横溝さんのところだから、うん、いいかもしれないですねはい、はい、ぜひぜひなかなかクルド語ってあの日本と逆の書き方をするアラビア語とかっていうのはうん、うん、見るだけでもこう 余分が理解につながるかなと思うので、ぜひお手に取っていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあまたえっ、ー、とナルちゃんも6日の日にはいらっしゃるんですよね。はい、6日の日は1日であのどっかうろうろしたり、あの仲間も来ているので、あのこ、はい、の場にいたりもします。はい。じゃあお声掛けください。皆さんどうもありがとうございました。お願いします。はい、ありがとうございました。 では次、11月の7日にイベントをされる、えっ、ー、と、絵本専門誌ユニットの佐久間さん、入ってますか、こんばんは。あ今、音がミュート。こんばんは、<が>聞こえますでしょうか。あ、こんばんは、聞こえてます、聞こえてます。よかったです。今、あの、画面記有させていただいたんですけど、はい、絵本専門誌ユニットエースカラーが、今回、3つの,あのイベントをさせていただきます。 一つは、この今、放置されている11月7日に、スピーカーズコーナーで、日本専門誌による絵本トークライブ、今年もやらせていただきます。はいはい、年もすごく人が、あの、はい、ありがたいことに集まってくださって、うん、あの、一押し絵本だったり、とっておきの絵本だったり、あとは、ちょっと、まだ世に出てないかもしれない絵本だったり、うんうん、あと、もう、 本当に重鎮の方の絵本だったり、新進気鋭の作家さんの絵本だったり、いろんな絵本を7名の絵本専門誌が紹介させていただきます。うん、そしてあの、ポスターセッションブースで、うん、今,今年も開催させていただくんですけれども、ポスターセッションブースではクイズラリーがあったり、<ー>あと図書館と共同という形で、学校図書館のだけじゃなく、 東京図書館とで20年間共同してきた方、それからあのオリジナルのワークショップされている方などの実例、子どものための図書館の方の実例なども発表させていただいております。うん、それから、はい、現物もあの置かせていただいておりますのし、はい、それをブックリストにしてい,、うん、していますので、ぜひともお越しいただいて、気に取っていただけると嬉しいなと思います。わかりました。佐久間さんは何日に主に来ているんですか 全部前日います。あ、三日間いるんだ。それはすごい。りはい。あの <laughs> じゃああの頑張ってあの皆さんもあの会いに行けると思います。はい。ぜひ<の>会いに来てください。はい。トークライブ楽しみにしてます。私も見に行きたいと思います。はい。あのぜひともチラシやのブックリストはいっぱい作ってあるので見に来てください。はい。イベント場かもしれません。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。 長尾さん、今井さん入ってますかね、今。長、今井さんはまだ入ってないですか。えっと、総合店の案内センター。今井さんいなかったら、ちょっと先に、じゃあ、図書館とゲーム部さんの案内を、私の方から、させていただきます。 今日ちょっと別のイベントのご都合で来れなかったんですけど、格闘決勝の高倉さんからご案内をいただいています。図書館とゲーム部も8年目になりました。ゲームは遊んでこそわかる文化ということで、ボードゲーム体験や TRPG 体験、データゲーム関連展示など様々なコンテンツをご用意してお待ちしておりますので、よろしくお願いします。フォーラムではゲーミング図書館アワードの表彰や、 デジタルゲームを図書館で扱うときの著作権などについてのお話を行います。ということで、えっと、コメントもいただいています。えっと、図書館とゲーム部さん、あの、結構広いスペースをお使いになって、えっと、会場の中でブースを作っていらっしゃいますので、ゴボボードゲームちょっと体験してみたいなと思う方、ぜひ、あの、寄っていただけたらと思います。このゲーミングアワードの表彰とかも楽しみですよね。はい。では、 次、また読み原稿をもう一つご紹介します。ブレインテックさんですね。ブレインテックでは昨年好評だったポスターアカデミッククイズラリーを今年も開催します。図書館総合展の会場でポスターセッションおよびアカデミックブースをめぐって展示内容に関係するクイズに挑戦。正当数が一定以上の方にノベリティ等の商品を差し上げます。また図書館総合展 2024年記念缶バッチすごいですね。図書館総合店初心者缶バッチ初心者缶バッチっていうのがあるんだ。どういうのだか見たいところですけど、今は見れない。の配布も行っています。初めて来る人はぜひこの缶バッチをもらいに行くといいと思います。えっ、ー、と、ぜひプレインテックブースにお立ち寄りくださいということでご案内をいただいてます。ここに缶バッチの画像はないですよね、きっとね。私は初心者じゃないけど缶バッチをもらいたい。 ということで、皆さんブレインテックさんのブースにぜひお寄りいただけたらと思います。はい。ということで、えっと、今まではそのブースを出されたり、コスターセッションのところで、あの、やってるところを中心だったんですけど、次、イベントを中心に、あの、ご案内をさせていただきます。えっと、まず、イベント、11月3日、紀の国屋書店の青木さん入ってますか はい、入ってます。今聞こえてますでしょうか。聞こえてます。こんばんはー、はい。こんばんは。こんばんは、お願いします。はいじゃあ何か共有されるものってありますか。はい、えー、画面共有の方させていただきたいと思います。はいしょ。はい、こちら今見えています。あ、本当に。ま時間はかかってますかね。まだ黒。まだ黒です。<laughs> えーっと。 今どうでしょうああ。ありがとうございます。見えました。はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、とーあ改めまして木野国屋書店学校教育営業部というところにおります青木と申します。えっ、ー、と私の方からはイベントのご案内をさせていただきます。えっ、ー、と11月3日もう今週の週末に迫っているんですけれども、はい。 そうなんです。えっ、ー、と文芸評論家で<何>あのなぜ働いていると本が読めなくなるのかで非常にもうあの大人気になっている三宅加穂さんと今日あの司会をされてらっしゃるあの道猫さんのお二人の対談イベントをあのー、Y.A. 出版会様主催とえー、我々きの国は書店が共催という形であの開催させていただきます。えー、っと2時から90分でちょっと残念ながらあのー、会場は会場新宿 本店で、あのイベントスペースでやらせていただくんですけども、そちらはちょっと満席になってしまったんですけれども、そうなんですね。はい、あのオンラインはあのまだまだもう申し込み受け付けておりますので、はい、あの今画像に記載の QR コードからですね、あの皆あのぜひぜひご参加いただければと思います。はい、後日アーカイブもやっております。オンラインも結構集まってくださってるんですよね。はいはい、そうですね。今。えー オンラインの方はは230名弱ぐらいお申し込みいただいてて大変ありがたいです。学校師匠の方もそうなんですけどあの現役の中高生の皆さんなんかもあの全然来ていただければと思いますし、うん、あのお二人の読書歴だったりとか、まあ、スマホと読書のこう今後とかこれからについてみたいなところもお話しいただけるんじゃないかなと私も自身も楽しみにしておりますので。うんはい、はい ありがとうございます。三宅さんお話めっちゃ上手なんで。であの、あの仕事の話、仕事の方の本の話っても結構いろんなとこで話されてるんで。今回は好きを言語化する技術が、あのとっても売れてるので、そこら辺の話も中心に。伺えたらなと思って、三宅さんの魅力を引き出せるように頑張りたいと思います。皆さん、ぜひ聞きに来てください。はい、あきさん、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい。では、失礼します。はい。は では次が11月の9日にイベントをされる千田さん。都立多摩南、うん、ごめんなさい。東京都立南多摩中等教育学校ですよね。こんばんは。はい、こんばんは。えっ、ー、と、都立南多摩中等教育学校で学校を使用してます。千田と申します。はい。 画面を共有させていただくのですけれども、えっ、ー、と、うちの学校の、ただ学校図書館を公開するという、えっ、ー、と、イベントになるのですけれども、日にちがですね、えっ、ー、と、11月の9日。はい。はい。よいしょ。で、えっ、ー、と、10時から12時ということで、えっ、ー、と、午前中に開催します。 でえーとまあ、普通の学校図書館ではあるのですけれども、うん、図書が4万5千冊と冊とあのと広いし、うん、えと貸し出しも1万5千冊ぐらい、昨年あって、うんうん、授業も、あのー、1つの学校で450時間ぐらい去年ありまして、うんうん、あとは図書委員会の活動もすごく活発にえと行われている学校です。探究がす盛んな学校で、まああの、授業の利用もすごく多いのですけれども、 d x アイスクールにも採択されてて、図書館にも 3D プリンターが置いてあったりえとするというのが多分特徴的かなと思います。学校図書館だけでなくて、えー、YA の様子を知りたい公共図書館の方とか、大学に入ってくる前の子供たちの様子を知りたい大学図書館の方など、まあ、図書館関係の方幅広く、あのー、ああの歓迎しますのでお待ちしております。ははい、はい 当日11時半、違った、11時から、うちの学校の図書館の概要を説明したいと思っていますあとはフリーに見学が、10時からはフリーに見学して、はい、11時から説明会があるっていう感じなんですね。はいはい、で、お、えー、申し込みをしていただきたいので、総合典のサイトの方からご覧いただいて、ぜひお申し込みをお願いします。 はい。はい。ではりありがとうございます。はい。千田さんは総合店はいつ来るんですか。えっと総合店は多分木曜日に行くかなと思っていますので。はい、じゃまた,た,たまあのはい。申し込みはギリギリまで受けられるんですか、ね。あ、はい大丈夫です。ギリギリまで。はい、はいはい、じゃその時に千田さんと会ってぜひまた行きたいと思う人も出てくるかもしれないのであの宣伝をいっぱいしていただけたらと思います。はい。ありがとうございます、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい では次はあらまし読み推進会のまきさんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますはい皆さんこんばんはえ8、ー、あらまし読み推進会5回目の出展になります今年は2つの角度から皆さんにアプローチしたいと思っておりますまあなんか、はい 大学生の付読率5割なんていう状態でどうしようっていうところから始まって10年ほどこの活動をしてきました。一体荒まし読みって何だろうっていうことで、えー、まず5日から7日のパシフィコ横浜のポスターセッション38番で、えー、直接対面いたします。で 今年は特別に事前にです、ね、この時間に行くから頼むよという感じで、あのー、あの予約の窓口もホームページに作っておりますのでもうすでにも続々とあの申し込みが入ってきておりますので、はい、皆さんもあの一言あのお名前と所属とそしてあのい,いつ来るのかというこチェックしていただければありがたいと思います、はいで。あとはブレインテックさんのクイズラリーにも参加していますので。 クイズをやりながらあらまし読みって何だろうってことを考えてほしいというふうに思っています。またはい あの昨年ぐらいからちょっと始めてるんですけどうちの研修会とか FD で「あらまし読み」ワークショップやってほしいっていう平日のご希望にお応えしてあのどうしましょうってことで相談会も始めますますた10年前にこの「あらまし読み」を初めてテキストにしましたのでその本もちょっと割引価格で、えー、なんと「道猫ステーションブース」への応援もいただけるということで、はい、本当にありがとうございます。はいあ それからもうつ。価格っていくらでしたっけ?。千八百円です。はい。<laughs> 税金抜いていきますので、よろしくお願いします。はい。はい、それから。もう一つの企画は、あの。十一月十六日の土曜日、二時から三時半まで。オンラインワークショップを行います。あの、読書会というと、本を読んでから来るってことなんですが。いやいや、そうじゃないと。優しい新書。うん、えー、最近では、ちくまキューブックスやジュニスタなんていう新書も出てますので、そういう本を。 読まずに二冊持ってきてもらって参加して一冊読んでいってワークショップが終わったらもう一冊読もうというこんな形でホームページ内に入り口がありますのでどうぞこちらからお入りください詳しいことは全部そちらの方でメッセージを送っておりますどうぞ、うん、直接会ってまたオンラインでもあの顔を合わすことはできますのでどちらかの方法でお越しください はい、マキさんんんは毎日いらっしゃるでですすかそうなんですちょっと老体を夢中って <laughs> 頑張ります <laughs> その,あのどんどんこの,あのお客さんがこうこの時間に行きますっていうふうにしたらの空き時間っていうか、うん、どこが空いてるかもホームページで分かるんですかあそれはちょっと分からないですけど、うん、あのそこまでは連絡してないですけど一応。 あの、私の方の心構えとして。わ <laughs> かりました。あのか、倒れないようにしてくださいね。お部屋もちゃんと下ってください。ね、<laughs> ありがとうございます。<laughs> 今は、あの、こちらのブースでも、きっと、あの、仲間が一緒に売ってくれると思うので。あの、あ,ありがとうございます。はい、お世話になります。はい、あの、推進のメンバーも協力してくれますので。あの、はい、みんなでやっていこうと思います。はい。では、では、また、あの、当日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい では、次の、あのー、ゲストは、えーと、学校図書館 Google コミュニティから、安田さん、お願いします。はい、こんばんは、聞こえてますでしょうか。聞こえてます、こんばんは、はい。こんばんは。えー、学校図書館 Google コミュニティ世話人の安田です。えっ、ー、と、はい、学校図書館 Google コミュニティ、通称 s, <S, s l あれが、スライドもらってるんだよね、多分スライドません。すいませんが。 中置さん、大丈夫かな <laughs> 中置さん、めっちゃ忙しくて、私はただ喋ってるだけだからごめん。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい、こちらですね。はい、こちらです。えー、と私たち通称 SLGC は、2021年の図書館総合展での企画、<laughs> 学校支所も Google 認定教育者になっちゃおうがきっかけで発足したグループです。はい、えと学校支所も ICT に強くなろう、学校、はい、全国の学校図書館を ICT でつなぐ存在になろうという思いで活動しています。はい 詳しくはグループのウェブサイトがあるので見てください。多分今、仲間がリンクを貼ってくれると思います。はい、うん。入ってますね。チャット入ってますあ,ありがとうございます。またフェイスブックグループで情報交換なども行っていますので、<ー>入れる人はそちらもにもご参加いただけたらと思います。はいえっと、今まで各地の GEG、Google 教育者グループのトレーナーの先生方のご協力を得まして、Google のアプリや キャンバフィグジャムの使い方などいろいろなイベントを開催してきました。えっ、ー、と、今年の総合展では11月16日土曜日19時30分、夜7時30分からオンラインイベント、この今出てます、今話題のデジタル資源カードを使ってみようというイベントを開催します。はいはい、えっと、今回取り上げるツール、デジタル資源カードなんですけど、えー、とこちらはライブラリーリソースガイドの岡本誠さんが 学校と書館問題研究会埼玉大会をはじめ、フォードフォーリブジャパンなどでたびたび紹介されるなど、本とデジタル情報をつなぐ今注目のツールとなっています。えー、でも聞いたことないっていう人もいると思って、うん、デジタル資源カードって一体どんなものなのっていう基本的なことから、実際使われている活用事例の報告。 効果的な活用の場面とか、おすすめのデジタル情報源についてなど、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。どうぞご参加ください。はい、はい。こんな情報資源、こんな情報があるといいよねっていうのとかを、みんなで交流していこうっていうコンセプトなんですよね。ねはい。はい じゃあ、あの、皆さん、あの、いろいろ考えながら、楽しめる学習会なので、うん、ぜひご参加いただけたらと思います。お願いします、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。では、次、えっと、紀伊国屋書店の殿内さん、いらっしゃいますか。はい、よろしくお願いいたします。はい,はい、画面共有。はい。はい。画面、はいはい、共有させていただきます。はいはい。 はい、はい、こちら見えてらっしゃいますでしょうかはい見えてますはい、はい、ではよろしくお願いいたしますはいキノクニア書店からはですねイベントを二つ ご案内させていただきます<ー>で、いずれもですねジャパンナレッジスクール導入校の先生方にご登壇いただきまして、えー、弊社キノクニア書店の新宿本店3階にありますアカデミックラウンジにてリアルオンラインのハイブリッドで開催いたしますで、そもそもこのジャパンナレッジスクールなんですけれどもああのあ<ー>まあ中学校高校生様向けに約64種類1 0冊以上の百科事典辞書参考書統計資料 地図新書文庫、雑誌などこれらがですねあのパソコン、タブレット、スマートフォンから制限なくご利用いただけるインターネットサービスになっております。うん、はいでこちらなんですけど、まず左側なんですが11月22日のイベントはですね、生学院、中学校、高等学校の国語科の土屋先生と生徒さん、うん、卒業生の皆さんがリベラルアーツをテーマにトークセッションします。うん、でリベラルアーツって何か その学びは、どんなビーングを開くのか、どのようなツールを用いて、どのような授業と設計するのか、ということをお聞きいただければと思います。はい、で、えっと、二十三日ですね。次の日の二十三日は、ですね。はい、東京都立南,南多摩中等教育学校の国語科小出先生にジャパン・ナレッジ・スクールに搭載されています。新編日本古典文学全集と。 川ソフィア文庫、うん、ビギナースクラシックスを活用した個展での授業実践例について具体的にお話しいただきます。うん、でこちらですねあの、ジャパンナレッジスクールを使ったオンライン検索を中心に、今、先ほどあのご登場いただきましたあの、同校の図書館司書の千田様ですね。との,あの

まあ入ってる学校さんも入ってない学校さんも入ってる学校さんにとってはこう実用の事例が知れるスンスですし入ってない学校さんに関してはどんなふうに使えるのかって見ていただく機会にそうですね、そうですね、実践になります。あのーはい 今ジャパンナレッジリブというのは多分皆さま結構大学図書館様とかとかでご存知かと思うんですけどそちらのまあ中学校高校生様向けということになりますので、うん、ぜひはいあのご興味のある方ご参加いただけたらと思いますはい<で>図書館総合店のページからも入れるということですねはいそうです、はい、あのこちらの QR コード各 QR QR コードからもあの申し込みいただけますし、図書館総合店で、紀ノ国屋書店は今回オンラインブースをあの出しておりますので、そちらの方からもお申し込みいただけますので、どうぞご覧ください。はい、ありがとうございます。はい、皆さんぜひご参加いただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。いましたはいでは、えっと、最後、イベントが、す、え、み、っと、っこと書館のゆかわさん。はい。 はいこんばんはこんばんはよろしくお願いしますはいゆかさんか移りますかねあ,<れ>あ今あのはいこ,ここを見てもらったらいいですかね、はい、そうですねはい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします十一月四日とですね十日にあのうちの学校図書館の一日公開日を設けてですね見学会をしますのでどうぞお越しくださいというようなご案内になりますはい、はいはい、えー 11時とそれから14時にそれぞれの2日間ともあの私の方で館内の案内が入りますのでよかったらその時間に合わせて来ていただければなと思います、はい。さんラライイブブリーオブザイーオザヤの 実行委員特別賞受賞受おめでととううごござざいますあ,ありがなんかあの一回発表があってだめかなと思ったあとなんかもう一度賞ができましたということで賞をいただくことになりましたので、うん、まあ,あの最初1日だけの予定だったんですけど受賞しちゃったんで、はい、まあしょうがねえから長岡さんが、はい、なんか文句言っていくんだろうなと思って2日目もですね終わったあと倉で終わったあと10日に入ることになりましたので、えー、その10日の日にですね、はい、もう一つあの下の方にスクロールしていただくとですねあの山登り山歩きイベント いうのがあってですね。これも去年に続いてあの今年もお開催する。これも長岡さんが行きたいからやるという感じもあるんですけれども、長岡さんも参加されますので。長もやまるやま歩きするんですか。ねあのもちろんもちろん参加です。ヘルヘルなんじゃないんですか。いやいやいやそういう時に登るからこそ山は素晴らしいわけですそれはそうですね。はい。 どうか、はい、そういうそう,いう山うルツアもあるということで、あの表彰式っていつあるんでしたっけ、はい、このライ,ライブラリー・オブザ・ザ・イヤーの。7日にありますね。あそうなんですね。じゃあ、7日の日は、ゆかさんも、はい、あの総合展の会場にいらっしゃって,てっっあの午前中だけなんですが、伺いますので、はいじゃあ、あのそこでまた見つけて、あのゆかさんに声をかけていただけたらと思います、はい、もしかしたらこんな,こんな帽子かぶってるかもしれません。あそうでですね今ちょっとあのこののイベントの画像で 湯川、はい、さんの素敵な帽子が見えない感じなんですけれどもあ、そうですね、この表彰式とか、ライブラリー・オブ・ザ・イヤーの最終選考会がございますので、皆さん、ぜひここ一緒に、えー、っとご参加いただいてあの、喜びを分かち合えたらと思います学校図書館で、えーっと、去年もね、学校と東京のスタンプラリーさんが選ばれたんですけど、今年しも盗み子図書館が選ばれてあの、埼玉の人間としてはとっても嬉しいです。 ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございましたはい。では、ここでまたちょっとあのいただいている原稿を読みしたいと思います。また、イベントの関係で今日、ご参加いただけないということで、はい、アクションプロジェクトの二階堂さんからいただいています。ヒーローお話し会ミニショー、11月の6日の、えっと、1時15分から2時までということで、 えっと、行うイベントの告知です。えっと、子供たちに読書の楽しさを届ける新感覚イベント、ヒーローのお話し会を実演します。実演するんですよ。実演してくれるそうです。ヒーローお話し会は、本のヒーローダークシオンが絵本の読み聞かせを通じて、子供たちに読書の楽しさを使える画期的なイベントで、おかげさまで全国の図書館様から好評を博しています。ヒーロー、 かける、読み聞かせというユニークな取り組みで、単なるイベントにはとどまらず、図書館の利用促進につながる魅力があります。また、昨年からは5分ほどのミニヒーローショも無料オプションで追加できるようになりましたので、今回はそれを含めてのデモンストレーションとなりますので、ぜひご覧ください。ちょっと私も行って、あの、ダクションと写真を撮りたいと思います。ダクションとともに図書館のさらなる可能性を広げていきましょう。11月6日はスピーカーズコーナーで僕と握手 というあのコメントをいただいています。僕と握手ということで、あの皆さん、えっと、スピーカーズコーナーにぜひ行っていただけたらと思います。はい、ダクシオンさんからお知らせでした。ありがとうございました。では、えっと、またブースの方に戻って、ブースとポスターセッションのご案内に行きたいと思います。YA 出版会の西村さん、入ってらっしゃいますかあ、こんばんは。 こんばん,こんばんはよい。えっと、はいこ。今年、YA 出版会では、えっと、2回目の参加、図書館総合展2回目参加になるんですけれども、はいえっと、えっと、出版社中一社が、えー、中高生のための読書運動を応援するということでやっております。で画面共有ちょっとさせていただきます。はいはい。うんはい えっと、こちらの方ですね。あの、YA、うん、出版会で作っている制作物、ブックガイドと総目録があります。今回、はい、あの、ちょうど、えっ、ー、と、この2024年度版にエッセイを寄せていただいた三宅佳穂さん。うんうん、先ほど、紀の国屋書店さんから、あの、ご紹介あったんですけれども、11月3日にイベントを、えっ、ー、とそうですね、あの、2時から、紀の国屋書店さんで行います。で、えっ、ー、と、こちらの方、後日アーカイブも あ,のありますし図書館総合展のイベントの一環として行うことになっております。 であわや出版会のブースではこのブックガイド2024年版を、えっと、皆様ご来場者の皆様に先着順ですが配布しますそれと、はい、あとにこれの2025年度版は来年の2月発行なんですけれどももうちょうど選書が終わりましたのでそれに載る予定の152点とあと新刊書籍を展示する予定になってます。 じゃあ実際にそこに行けば本が手に取ってみれるうん、ねはい、そうですね。はい。そうですね。で、毎日、あの、出版社の担当者が5名くらい、あの、常駐しておりますので、あの、ぜひ何かお声かけいただいて、あの、いろいろお話ができればと思っています。はい。はい、あの、ブースはぜひ立ち寄らせていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございました。はい、失礼します。では、続いて、えっと、学校図書館スタンプラリーの杉山さん。 はい、こんばんは。聞こえますかはい、<laughs> 聞こえます。こんばんは、はいえー。東京学校図書館スタンプラリー実行委員長をしております、立川国際中等教育学校の杉山です。えっ、ー、と、画面共有しますね。お待ちください。え、はい、っと、これどれかなこれでいいかなはい、えっ、ー、と、映ってますかねどうですかす見えますかはい、はーいえっと。 はいえー、東京学校図書館スタンプラリーということで、えーとえー、お話しさせていただきます東京学校図書館スタンプラリーは2012年に第1回が始まりました夏休みに学校図書館を公開するイベントをしている団体ですで普段学校図書館というものは関係者以外は見ることできないですよねそういう学校図書館を見られる貴重な機会として 中高生、小中高生から図書館関係者まで毎年多くの方々が参加していただいております。第13回目となった今年度は33校が公開しまして、合計で1421名の参加がありました。でな、なんとなんですけども、第1回目からの累計で、今年1 18万184名ということで、1万人超えを達成しました。えー やっと,な、えー、なんと続けていくことのやっぱり大,大切さというのをすすごく感じたことになりま毎年スタンプラリーではサッカーを招きした講演会も行ってまして昨年度は逢坂斗真さんに来ていただきましたが今年はなんとなんと青山道子さんに来ていただきましたはい、はい、ただ去年は12月だったんですけども今年はちょっと時期が早くて10月6日ときでもう終わってしまったんですが、えー、とサッカー講演会もやっています。 ね、来年は果たしてどなたがいらっしゃるのか今からちょっと構想を練っておりますのでうん、うん、楽しみにしてもらえればなというふうに思いますまた先ほどもちょっと話が出ました、はい、スタンプラリーは13年に及ぶ取り組みっていうのが評価されて昨年度ライブラリー・オブ・ザ・イヤーライブラリアンシップ賞を受賞していますのでそういう意味でもぜひね注目されているイベントだと思いますのでポスターセッション 今回、設定しておりますので、見に来てほしいなと思います。はい、ブースとしては PS60 番、はい、60番というところになります。はい、また、三つ猫さんのブースでは、えっと、今年度のブックガイド小冊子君の推し本見つかるはずを特価、特価ですよ、価ですよね、特価100円で販売してますのでい、たくさん持っていきますので、ぜひ参加された方、1冊と言わず2冊。 でも三冊でもいいので、買っていっていただければというふうに思います。ということで、図書館総合展にお越しの際は、ぜひ。図書館スタンプラリーのポスターをご覧になって、ブックガイドを求めになっていただければと思います。はい杉山さんはいつ来ますか。はい、えっ、ー、と、私は、あの、先ほど朝日新聞のお話に出てきましたけども。十が十一月五日に、あの、一日だけ行っております。<laughs> ですので、見かけたらお声かけをお願いします。あの道猫のブースであの売ってください。一緒に喜んで売ります。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はいはい。では次、埼玉県の高校図書館賞が選んだ一応資本からなんと新人の鎌谷んこんばんは。こんばんは。道猫さん、道猫チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。なんで虐待してるの？え なんでネクタイしてるの。あ、いや、あの、かしこまった場なので。<laughs> かしこまった場じゃないのか。すみません。ちょっと仕事がいいでで。ちょっと、あの、埼玉の、埼玉の新人なんですよ。皆さん。よろしくお願いします。私破朝日新聞社さんの、あの、井草さ,さんが紹介したいと思うんですけど。埼玉の先輩で。 はい、名前が読めないとおっしゃってましたが、かまやちも大概だっで。釜も読めないよね。釜まやくも、はい、どんな字なのかは、あの総合点でぜひ、どんな字ですかって聞いて。はいはい、いじゃあ,あの、ちょっと長岡さんあの、ポスターを1枚出してると思うんですけど、すみません。新人でまだは入ったばっかなのに、えっと、お姉さんたちに言わされちゃってるんですよ。はい、<laughs> 行ってこいって言われて。送り込まはい、行ってこいって言われて、来ましたよ。はい。 はいあ,ありがとうございます。失礼しましたかね。はいそれでは、えー、発表させていただきます。埼玉県高校図書館フェスティバル実行委員会から送り込まれました。えー、釜谷でと申します。はいはい本実行委員では毎年埼玉県の高校図書館司書が選んだ一応志本、通称埼玉一応志本一応志本を解散しております。えー、総合点では、えー、スライドの左側に、えー、書かれております。 えー、高校図書館公共図書館、複数の監修での、えー、図書館、および書店における一押し本活用事例と、えー、スライド右側に書かれております、えー、一ちおし本の授業での活用のご提案として、えー、謎解きブックトーク、そして味見読書、えー、それらをポスターにて紹介いたします。はい、埼玉一押し本の活動に興味を持ってくださっている方、えー、一ちおし本を活用したい方、 図書館の授業活用でお悩みの方など、えー、皆さん、ぜひご覧ください。はい、よろししくお願いします、はい、あのページから見れるようになってるんですけど、埼玉はね、釜内君、今、あれですよね、授業で図書館を使う時に、えっときに、いろんなちょっと面白いことをやり始めてて、ね、はい、そこの中で、今回の,の中でのもこ,こんなの使ってますよっていうののご紹介なんですよね。はい、そうです、授業利用を活用していこうということで。はい、はい あともう一つあの、ちょっと満席になっちゃったんですけど、あね、あはいあ、そうですね、ここら辺ん、はい、見ていただけますので、ぜひ見てください。フォーラムの話ですかそうなんですよ、フォーラムの、はいえっと、YA の読書を地域で支えるが、おかげさまで、えっと、まだはあの何日か前にもあの満員御礼になってしまいまして、<あ>そうなんですよ、100名様だったんですけど、もう満員になってしまい。 ええっと、当日、まあけあの、体調不良などで欠席される方がいた場合、えっと、一応あの、お席が空けば入っていただけるような感じになっているんですけど残念ながら今、の訪問を閉めちゃっている状況なんですけどここでは一応、えっと、一応、指紋の報告と、あと、あの亀内さんがちょうどいる草加市という、はい、こところの私立図書館の館長。 さんと、あと、書店さんからの報告ということで、一押し本自分のとこもやりたいですって言ってくれたミライア書店さんからの報告が入るということなんで、あの、これ、アイカーブがないんで申し訳ないんですけど、もし会場に来て、ちょっと空いてるかなって覗いていただいた方、あの、顔出していただけたらと思います。 新人の釜市君くんは6日,に6日1日いますよね。はい、6日1日だけ参加させていただきます。はいはい、ああのイケメンの釜市君くんにぜひ会っていっていただけたらと思います。<laughs> 道猫のブースにも来てくれると思います。じゃあ、釜さんありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、では、えーと、最後の,あの読み原稿をいただいているところをご,連絡あご紹介したいと思います。えー、と全国 SLA、伊藤様からいただきました。えーと 学校図書館セミナー2024探求情報活用の鍵は学校図書館にということで、えっと、情報活用コンクール受賞校の実践発表の、えっと、動画公開ということを11月の16日からされるそうです、えっと。探求情報の鍵は学校図書館にということで、テーマにオンライン解散をして、えっと、いろんな学校の事例が分かるということで、 視聴期間は来年の1月15日までということで、えっと、事前申し込みと制となりますということになっています。オンデマンド配信で、えっと、公開期間中は何度でもご覧いただけますので、ぜひふるってご参加くださいというコメントをいただいております。えっと、全国学校図書館協議会では、学校図書館関係のセミナーや講座のほか、 図書館に役立つ資料や学校図書館担当者をサポートする様々な情報を発信しています。ぜひセミナーへのご参加とともに、ウェブサイトもご活用くださいというコメントをいただいています。ということで、長沖さん、えっと、全部で18くらいの方にご登壇いただいて、えっと、ちょうどもうだいぶ1時間ぐらいになってしまうんですけれども、えっと、長沖さん、えっと、 はい,い。今シェアしているのは、えっ、ー、と内、内部の読み原稿なので <laughs>、ちょっとドキドキしちゃいました <laughs> す。すません、ページの中にした <laughs>、はい。そうですよね。えっ、ー、と、今井さん来た。ま、今井さん,井さん来た。今井さん、こんばんは。 本番は。すみません、遅くなりました。<laughs> そう、今井さん待ってたのよ。もうすみませんでした。失礼いたしました。うん、いや、あのまだ宣伝してください。宣伝してください。ありがとうございます。えっ、ー、と今年はですね。私、えっ、ー、と案内センターというのをえっ、ー、とさせていただくことになりました。で、えっ、ー、となんでかっていうとすごく。 えーと次のフォーラム会場はどこなのってすごくよくいろんな方に聞かれるので、それで、あのー、やっていい人なの？あ,いや <laughs> あの、的確に、ご案内がね、できるように、用意をしていますそれからですね、あとね、あの1回目にね、総合テに行った時にね、どこ見ていいか分かんないし、なんか、所在ない感じだったんですよ、自分が。 うんうん、で隣のねあのなんだっけ、えー、と牛乳フェアをやっていたところの牛乳フェア,アそうそう隣がねたまたま,だまだ牛乳フェアをやっていてそこのアイスが美味しかったっていうことの方が <laughs> 残ってるのでもそれじゃあの、ね、残念じゃないですかせっかくいただいたので、うん、あのなんていうの好き軽にね聞ける、ね、存在がねいたらいいなっていうふうに思っていて。うんうん あのなので、えーと、ちょっとどこのブース行ったらいいですかねとか、どんなブースが楽しそうですかっていうような、ね、あのお話を、ねえー、とさせてもらえればなっていうふうに思ってますこれってあのブース、どこにあるんですか、入っ会場、こと年 C ですよね、C の会場の入り口、1>, うん、あの1階の C の会場の左手にあのいますので、はいあの、気軽に声をかけていただければと思います。 ボランティア募集してたの,こ,のぶここ,のとこですか？そうです、そうです、それであの総合展に、まあ、何回か参加されている方に、1時間に、ね、2、3人はあの必ずいるので、はいえー、もちろんこちらからも声をかけに行きます。うん、ぜひお願いしあと、そういう意味ではこう、初めて参加する人のためのツアーみたいなのもあったりしますよね。 そうそうそう、今一緒に、<の>そ,うそうそうそう、そうこれ、本当は石井さんが紹介しなくてもいいんだけど <laughs> 学、学生さん、初任者さん、移動者さんのための展示ブースツアー、そうですね、そうだからあの、そこの方、そうですね、えー、と今井福士先生とか、野添先生とか。うん そうですね、日向先生あと,、えーとうん、岡野先生と,、えー、と石川先生ですね川村さんって方もいらっしゃるんですね。はい、そ,<う>それで是非ねあのうちの前も通ってもらいたいまあ連携したいっていうかあの通ってもらいたいし、うん、はいあのそ、そこで聞き終わった後にあとに、まあ、感想とか、えー、と初めて回ってみてこうだったっていうようなお話もあのこちらで聞かせてもらえればなっていうふうに思います。うん この展示ブースツアーも、このール先生によって、かなり違うんですよね。あの、ここに行こうかとか、ここはやめあのとスルーしちゃうとかいう人もちょっと面白いので、何回参加していただいても面白いような気がします。そうですね、あの先生によってね、かなり色が違うんじゃないかなっていう感じですそう、絶対違いますよ。えーはい、そう、絶対違うと思います。あと、大学さんであの引率をしてくださってる先生とかもいますよね、あの学生さんをね。 うん、そうですね、そうですね。だから学生さんが意外と図書館総合店って多く参加するのかなと思っていますじゃあ,あの、その参加してるとこ参加、先生が印刷されてるのを見かけたら、こちらもあの邪魔にならない程度にお声かけをね、できればいいかなっていうふうに思いますあなんかこう,こう、なんか案内の人だって分かるようなことを着てるとかするんですかいいい質問ありがとうございます <laughs> えーと私えー、と総合店の係の人は赤いベストを着てるんですけど、こ、うん、この案内センターにいる、えー、とスタッフは、こ、えー、と今年あ赤はでごめんなさい、えーと、総合店の係の人は赤いジャンパーです。うんうん、それで案内、案内センターの係の人は、えーと、青いベストを着てますので、はい、お気軽にお声かけいただければと思います。係の人っていうのは、長岡さんたちみたいな事務局の人ってことだよね。 そうですね事務局の方が赤いジャンパーです。はい、で、えーと、案内で何でも教えてくれる人は、青いベストを着ているので、皆さん、青いベストを着ている人に困ったら、声をかけましょう別に初めての方じゃなくても、早すぎのフォーラム会場どこって言われたら、あちらです、<あ>ビシって答えられるように。頑張っていろいろ頭の中を去年とまた会場が違うでしょうから、仕込んでいただけたらと思います。 ありがとうございますはい、リンにしてますよろしくお願いしますあ,あの遅れたのにお時間くださりありがとうございますとんでもないですありがとうございます。ーす長沖さんということで今年はすごいですねあのいろいろそういう案内もしてもらっちゃってあすごいこれ出してもらえて嬉しいですはいえっと明日公開明日見るままにだなあ公開しますはい。 これ案,内案内センターがどこですか、はいえっとね、ここがホールの入り口で、はい、ゲートの左側ですはい、はい。あと、ちょっとご飯食べたりできるところもあるんですよね。キッチンカーはいないのですが、一番奥に休憩コーナーがあります。皆さんがイベントするスピーカーズコーナーが隣でい。 はい、スターセッションの横なんだね。はいはい、ちょうど私のブースとかがこの図書館とゲーム部さんの前ぐらいなんで休憩コーナーにとても近くて嬉しいです。<laughs> はい、はい、はい、もう一個だけ言ってもいい。はい。お昼の話になったから、はい。はい。はい。どうぞどうぞ。 それで、えー、とお昼ご飯なんですけど、今年キッチンカー出ないということで、まあえー、と今日参加されている皆さんはもう結構ご存知かと思うんですけど、横浜のパシフコ,パシフコ横浜は、えー、とコンビニエンスストアが2つあるのと、あとトールがあります。それ以外は、えー、とちょっと距離があったりするので、 あのー、えっ、ー、とまあ企業券の終末イベント買ってきたりとか、ね、あとはえっ、ー、と港未来の駅前のえっ、ー、と横浜のパン屋さんのポンパドールとかでパ、はい、ンが買えたりします。それで、はい、そういう情報を案内センターではえっ、ー、と Google マップでえっ、ー、と見れるように用意をしておりますのでご活用いただければい幸いです。すごい嬉しいです。みんなきっとねお昼難民になる人が多いからあのー、そこら辺もぜひ。 あの皆さん、案内センターにまず行って困ったときは案内センターということでお願いしたいと思います。頑張ります。はい。ありがとうございました。すみません。長岡さん、事務局の方から何かここら辺紹介っていうの、他にもありますかスクラッチくじがあるんだ。はい、これはの、えっと。スクラッチくじはのうちの、うん、えっと、あの運営委員会の、えー、グッズは今年は。 あのメガネ吹きメガネ吹き私使いますはい <laughs>、はい、あの道の子さんも掲載されておりますのではいありがとうございますあ皆さんもスクラッチクジの、えー、招待金ハガキは,がきはえー、っと会場の入り口にも置いてありますのでもし今お持ちでない方もいらっしゃれば、はいえー、手に取って <laughs> まあちょっと複数枚で、ね、擦ってみたりすると,るとす擦ったら当たりかもしれないもんねはい <laughs> じゃあ私も残ったやつ全部擦っていこう <laughs> はい、お待ちしております。<laughs> はい。他にあ事務局的なご案内がなければ、ちょっと道猫ブースの販売物のご案内をしてもいいですか？はい、お願いします。はい。はいえー、っと、私が共有した方がいいかしら。はい。えっと、ちょっとっね、どっか行っちゃったような気がするんでけど。ちょっと待って、ね。せっかく作ったのに。あ、なんかこのモタモタしているのがとっても嫌なんですけど。 よいしょ。えっ、ー、と、実はあの今まで特に、あ、うち、実は私の方のブースで、よいしょ、これで、るかな。どういう。 お待たせしてすいません。えっ、ー、と、ブースで販売しますということで、今画面が映っているのが分かりますかこれちょっと大きく開けなくてごめんなさいなんですけど。あ次のページ、よいしょ。えっ、ー、と、今回、実はハンドタオルを作ったのと、あと、サコシュをどうしても自分が使いたくて、サコシュを作ったんですけど、これ、そんなにたくさんは作れなかったんで、 えっと、サコッシュとハンドタオルの方を少しだけ販売したいと思います。それから、えっと、スピーカーズコーナーが11月の7日にあるんですけれども私あの社会教育士ということで、えっと、社会教育士になって、まあ、いろんなことをこれからしていこうと思ってるんですけど自分が社会教育士という資格を取った後社会教育士って一体何するんですかっていうのを。 あのいろいろな方から声をかけてもらってあの聞かれることも多いので「えっと、社会教育士って何?」というイベントをさせていただくことになりました。で国立社会教育研究所の方からあの社会教育士の実際にこう指導に当たっている方をちょっとお招きして、えっと、私と質問しながらこの社会教育士のお仕事について、えっと、語っていくようなスピーカーズコーナーでこちらは申し込みなしで。 聞いていただけるんですけど、11月の7日にやりたいと思っているので、えっとこのお仕事にちょっと興味あるなという人がいたら、あのぜひご参加ください。それから、えっと缶バッチもあの100円で販売するんですけど、今年手作りのガチャガチャマシンを あの、友達の師匠の子が作ってくれたんです。で、まだ、あの、ガチャガチャを入れてないんで、うまく動くかどうかわからないんですけど、ガチャも楽しんでいただきながら、あの、ブースで販売をしたいと思っていますので、道猫ブースにぜひまた、あの、お立ち寄りいただけたらと思います。ということで、ちょっと最後、自分のところのブースのご案内をさせていただきました。はい。ということで、長岡さん、あの、いよいよ来週の、えっ、ー、と、火曜日から、 はい、あそうでですすはい火曜日オープンが10時。10時ですはい、はい、ということで、きっと,、えー、とその時間からもう待ち焦がれていく人もきっと出てくると思うんですけれども、はい、あの最初はちょっとセレモニーがあるんですよね。 そうですね、あの、10時から、えっと、あれ、えっと、新しく、えー、全国 SLA の理事長になられた、<laughs> えー、野口先生、そう <laughs> とあとは、JLA の上松先生、<laughs> ちょっと、お偉い、えー、方に、ちょっと、会場の一番奥で、 えやってますんで、もしそこでもう先生と挨拶パッパってしたいっていう人は言ってください。入り口でその、あの、開会する10時前ぐらいに行けるように、えっ、ー、と、カードを渡しできますので。それってスピーカーズコーナーの方ってこと、えーうん、そうですあの。休憩室のあの辺りで、えっ、ー、と、会場をパッパって特設しましてやりますので、もし、はい、あの、その先生に直接っていう方で、まあ、人いっぱい入ってくるとね、なかなかこう、お会いできなかったりするので、やったら、 え言ってください、えー、と入り口の事務局詰め所でちょっと開会式見せてくださいって言ったら開会式に立ち会えるというのもまたすごくいいチャンスですもんね。ということであの1時間にわたってお送りしてきたみ「みちねこチャンネル」なんですけれどもあの皆さんいろいろ図書館総合展あの盛りだくさんの内容でもう1年に1度の私たち図書館員にとっては一番楽しいお祭りということで楽しんでいきたいと思います。 長さんも体に気をつけて倒れないであの回していただけたらと思います。はいはい、じゃあどうも皆さんご出演もあのご視聴もいただきましてありがとうございました。はい、皆さんお気をつけていらしてください。はいでは、えっと、これでこの番組を終わりにしたいと思います。どううもありがとうございました。